この時期に甚大な被害をもたらす集中豪雨。土砂災害や河川の氾濫を引き起こし、建物の浸水や道路の冠水といった洪水被害が発生する危険性があります。どのような雨なんでしょうか。新潟地方気象台の土田悟統括予報官に教えてもらいました。積乱雲が次々と発生発達して、長時間にわたって、続く。この集中豪雨が起きる前には天気予報で大気の状態が不安定と伝えています。この不安定な状態とは。暖かい空気は上に持ち上がろうと、冷たい空気は下に降りてきますので、暖かい空気はずっと上に上がるということで、空気が上がりやすい状態をこの大気の状態が不安定というふうに呼んでいます。大気の状態が不安定になると雨を降らせる積乱雲が発達し、大雨の恐れがあります。そして集中豪雨の中でも災害級の豪雨をもたらしている要因が線状降水帯です。線状降水帯とはですね、次々と発生する発達した雨雲、積乱雲ですね、それが列をなして、組織化した積乱雲群によって数時間にわたって同じ場所を通過または停滞することで作り出されます。去年8月に村上市や関川村で大きな被害をもたらした豪雨。こちらはその時の雨雲レーダーです。1時間に50ミリや80ミリの雨をもたらす積乱雲が同じ場所に連続してかかっているのが分かります。この豪雨では気象庁が発表する線状降水帯発生情報が2日間で3回出されました。この線状降水帯発生情報が発表された地域では災害の発生に結びつくような大雨が降っていて、市町村が避難情報をすでに発表しているか、まもなく発表するような災害発生の恐れがある危険な状態です。また去年6月から始まったのが線状降水帯の予測情報です。大雨の恐れがあることが予想された場合には発生の半日前にこのような発生予測情報が発表されます。全国を11に区分した広域予測で的中率は4回に1回の見込みです。ただ危険な大雨をもたらす線状降水帯を事前に予測する貴重な情報で、土田予報官は予測の段階から災害級の大雨が発生すると思って注意してほしいとしています。日頃から気象情報に興味を持ってもらってですね、こういった気象情報をこう活用する知識というのをこう身につけて、自分の避難活動にこう役立てていただければというふうに思います。これから線状降水帯が発生するかもと考え、予測情報の段階から早めの準備や備えをしておきましょう。台風防災ナビでも何度かご紹介しているんですけれども、はい、改めてこちらの5段階の大雨警戒レベルについてご紹介していきます。まずこのレベル1と2、こちらは避難の対象ではないんですけれども、避難経路や避難情報を確認しておきましょう、はい、続いてレベル3、こちらは高齢者等避難、こちら高齢者と危険な場所にいる高齢者、小さな子ども、体の不自由な方が避難の対象です。そしてこちらに相当するのは気象庁が発表する大雨洪水警報です。続いてレベル4、こちらは避難指示です。危険な場所にいる方は全員が避難の対象となります、はい、レベル4までに避難しておかなければいけません。この上はもうレベル4とは次元が違いますね。はい、このレベル5なんですけれども、こちらが緊急安全確保です。
こちらも災害が発生していると考えてください、はい、そして避難していても危険な恐れがあります。命を守るために最善の行動を取るようにしてください。今の時期に起きやすいのが集中豪雨です。台風の接近もありますので、水による被害、今一度確認しておきましょう。以上、防災ナビでした。